2015年2月14日、韓国のインターネット掲示板に、私は日本人だが、かまぼこの売上金をセボルボ号の遺族にと題したスレッドが立ち、ネットユーザーが複雑な心境を劣らしている。スレッド主は、韓国オーマイニュースの記事を紹介している。記事によると、熊本県上天草市の天草市郎観光協会の千原光明会長は、 昨年11月に行われた最終オルレウォーキングフェスティバルでの揚げかまぼこの売上金を義援金としてセウォル号の遺族に渡したという同氏は最終頭発のトレッキングコース最終オルレの九州版である九州オルレのコースにもなっているこれを受け韓国ネットユーザーはさまざまなコメントを寄せている以下はその一部素晴らしい人 本当に尊敬する。国籍宗教人種を超えた利他心に敬意を表したい韓国の誰かさんはセウォル号のせいで経済がどうこう言っているのに対し隣国の市民が悼んでくれるとは政府に見放された遺族を海の向こうの違法人が慰めてくれるとは韓国の立場があまりにも恥ずかしく哀れに思える。 本当に恥ずかしい。韓国政府の無能さを改めて感じる。日本でも相当衝撃的な事件だったからね。セウォル号の3時以来、韓国人はこれ以上他人,他人、他国を無視できなくなった。感謝という言葉にしかできないのが悲しい。